ジャス・ミズロです。ということですね、今日はなんだっけ、島紹介、そう島紹介の案内をねされてこようと思います。つい先日、私の、まあ、ハイブラン島っていうイメージは多分みんな持ってないだろうけど、入る和風島っつってね、長々と配信でやって完成したものを、出して好評いただいたわけなんですけど、今日はですね、また和風を見に行きます。もうやべえ、もう和風だよね、やっぱり。全然洋とかもいいんですけど、時代は和風だよ、つって。まあ、夏ですからね。ツイッターにて来てくださった方の島にお邪魔したいと思います。お願いします。マッキーさん、ようこそって書いてある、まあ、ペコリと。今回ですね、私は、うちわを持ちながら行きたいと思います。いただきます。なんか毎回、本当に毎回プレゼントをくれる。ありがとう。いやー、うお、もうちょっとさ、開幕からすごいんだけど、見た？え、でもここがいい、サムネ。え、ちょ、やばくね？五重の塔三連の遠近感やばいんだけど。もう良さげじゃない？これ。左からで。了解。お、良きですね。案内所の、このさ、ポスト、めっちゃええな。おしゃん。あのね、やっぱ竹垣でしっかり区切ってあるとね、良きだね。砂浜がもうすでに、あ、俺これ持ってる、このマイデザ。わー、すごいよ、ちょっと。ちゃんと柵で囲ってある。ちょっとしたスペースですっていう紹介が好きだもん。わ、石碑ペクトロープで囲うのいいね。俺初めて見た、これ。わー、ちょっと綺麗だね、本当に。ちょっとどいてもらっていいですか？ここもやばいね。映えスポだね、ここは。ちょっと難しいな。なんかいろんなの映したくなっちゃうな。いや、やばいよ、これ。メタメタうまい。いや、竹垣とかでやっぱ区切ってあんのいいね。俺もよくやってたけど。いや、やっぱ生える島には竹垣ありと。お、いいね。俺みたいな。俺みたいなって、俺が別に発祥じゃねえんだけどさ。俺みたいな、この見えないとこにまで、見えるんやけど、この裏ね、ギリッギリにも装飾してるあたり、なんか何か同じような魂を感じるわ。すごいね。いや、海岸のさ、石の上こんな感じで装飾してると初めて見た。下は墓地です。うわ、なんか、圧倒的だね、これ。いや、でもこんなんなんだよね、本当に。まあ、海岸にあるかっつったら、まあ、またちょっとあれだけど、やばそうだね、これ、石の数。いや、配置がめっちゃうまい。このさ、対になってるもんね。お墓って。この道が、マジですごいわ。マイデザがやっぱいいな、これ。海岸のマイデザ。かなり広めですが、上はキャンプサイト。いいね、温泉で迎えられて。うわ、贅沢なキャンプ場だな、これ。やべえよ、これ。もう、あれやもんな。これだけでキャンプ完結すんのに、野外キッチンとかさ、こんな、窯まであるからね。贅沢にピザ焼いちゃってるしな。見て、このキャンプサイトの看板だっけ。看板の裏にさ、笹でちょっと木を、緑を出してくる感じ。テクニシャンだね。ちょ、お前、下行きたい、下。おい、あれか、ジャスミンだ。石のさ、この囲い方いいね。ペグトロープで。石獅子とか。良きだね。これやばいよ、ここ。ここやばいよ。見て。奥のあの抜け感やばくない？少し奥行き。いや、もうだいぶ出てるよ。やばいやんな。さ、右側の家は多分、回ってくるのかな。やばい。ちょっと色が和風っぽくないけど、和風だね。ちょこっと。ここまでちゃんとやっぱり屋根とかも。マッチングしてると映えが何倍にも映えますね。いや、いいな。住民の庭がマジで贅沢。さあ、こっから少し街っぽくなるよと。スクリーンを置きましたと。あ、なるほどね。はい。下にも置いてあるもんね。いや、すごいな。おお、いいね、この。1マスを抜けてる小道。重いな、ちょっとここ。密だね、装飾が。春巻き。春巻きね。え、この家めっちゃ、買えるかい。おぉ、ちょっとした庭園があったりね。ああ、俺さ、木をさ、中途半端に止めるの無理だったんだけど、この人使い方めっちゃうまいわ。木をね、中途半端に止めると、すごいしょぼく見えるっていうイメージがあって、やらなかったんですけど、めっちゃいいね、このまとまり。うまい。置きすぎず、置かなすぎずみたいな。カメラレンズで奥まで見ちゃうと。すごい。手前いいんじゃない？これ、手前これだろ。先こっちか。あ、なるほど。エイブルシスターズがあるから、仕立て屋ってことか。はい。あ、そりゃいいですね。これいいね。これいいんじゃない？ちょっと、すごいよ、ここ。どうやったら入る？
夜は綺麗。いや、昼も十分よ。うん、見てこれ。適度に、シュキーンと、反対側来ると、お店。やばい、ここめっちゃいい。わ、ちょっと五重の塔を右に見えるのもいいね。良きじゃない?うわ、良きじゃないこれ。うわ、ここ良くない?飛行機通過スポットか。はい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 。さ、下下ってくると、あー、こういう竹ベンチのさ、左右装飾ちょっと違うのもいいですね。で、面白いね、この人。あれや、椿じゃないや、使ってんの。アジサイ使ってんだ。アジサイ統一かな?これは多分アジサイだと思うんだけど。面白いね。あ、でも味出てていいな。あ、でも椿も使ってるな。すげえ、待って、左の店すごいんだけど、ちょっと待って。蜜、めちゃくちゃ多いんだけど、ここ。生ビールあったりとか。さあ、こっち来ると案内所。わあ、福子懐かしい。これやな。懐かしすぎる。やかましいのいるな。さあ、お花見提灯の対を抜けて奥行くといいですね、この斜め感。てか、五重の塔の量やばくない？五重の塔何個使ってんの？やべえんだけど。さあ、上クイッていくと、五重の塔に3倍できると。これあれだね、さっきお店のとこから見えたやつだ。多分この辺から写真撮ると良さそうだね。そうだね、階段から撮るといいね。うわー、いいね、これ。おお、またここにも五重の塔がある。すごい。あとさ、ちなみにだけど、国旗早なんだね。早島。早塔かな?いいね。自分の国旗オリジナルでデザインしちゃうってすごくない?あれ。しかもめちゃくちゃうまいんだけど。はい、今度は、竹林みたいな。森に入ってきて、このさ、あ、待って待って、ここ、あれ?あ、で、右に来るのか。ほー、なるほどね。面白いね。これで一周か。半一周みたいな感じかな。で、奥も多分グーってあるだろうね。右側から回るような感じで。良きだね。さあ、お次は温泉街。さあ、いいですね。おー、いいね。もう手前に木があることによって、奥に、一気に奥行きが増していく感じね。良きだね。見知らぬカバンがあったり、自販機があったり。ちょっと右の装飾見たいけど、先に中行きましょう。うわ、ちょっとなんか、いつもの和モダンとはちょっと違った感じの、あ、ゴキブリが。なんだろうね。こういう赤い壁紙の和風の旅館って、斬新でいいよね。昔っぽさもありながら、ちょっと今っぽさもあるみたいな。ハイブリッド型的な感じがする。まあ、装飾によりけりなんだろうけど。ちょ、ゴキブリがすごい。やだやだやだ。やだやだ。お客様の入るところにゴキブリがいるなんて許せない。ここうまい。いや、良きだね。なんかさ、ちょっと、これ、いいよね。なんかさ、すげえみんな使うじゃん、この、手法。いや、ありなんだよね、これ。こういうとこあるもんね、旅館ね。絶対にあるよね。あー、ここ好き。めっちゃ好き。ちょっと絨毯引いてあって、あれ?と思ったけど、で、全然和風っぽくね。あー、あとこの壁紙も好き。明るいのも好き。え、なんかめっちゃ合ってない?いい、なんか、ちょっといいお家の和風スペースって感じしない?正月の団らんを感じるわ、なんか。こたつがあるからかな。さあ、ここは、雑魚寝スペースかな。宿泊所なんだけど、ゴキブリが。逃がさん。よし。6人部屋だね。修学旅行とか、合宿の雰囲気を醸し出してる。このさ、壁これ使ってんの面白いよね。豪華ね。え、めっちゃ豪華。やば。え、こんなとこでさ、宴会したいね。酔っちゃうだろうな、こんなとこでやったら。雰囲気を言ったやつ。座椅子と座布団のさ、組み合わせも良いね。合計600万くらいかかったって。ここ毎回誰かに指摘されるんだけど、名前忘れちゃう。娯楽場じゃないんだよね。なんかあるんだよね。遊戯スペースじゃなくて、わかんなくなっちゃうけど。さあ、外出てくると、ここがめっちゃ気になってたの。ここも、この前のスペース。うまいねー、これ。なんか整理されてるながらも自然な感じを出してるみたいな感じやな。うわ、このさ、やっぱさ、竹のスクリーンとかのこの、下の、石畳みたいな感じ?砂利石みたいなやつ、すげえいい雰囲気出るよね。さあ、ここは休憩スペース。おー、いいね。ここも映えるんじゃない?やばいね、いいね。お、また砂浜が。砂浜に温泉があるのか。五右衛門風呂、まがまがしいね。怖いわ。こんなとこで煮られたくないよね。絶対あれ死ぬよね。砂浜は再現が難しい。そう?結構うまくない?砂浜ってね、なんかやってる人がいないからあんまり装飾を。やるだけで生えて見えるっていう。だからね、やった方がいいですよ、みんな。さあ、右も行けちゃう。ここのさ、桜、お花見提灯、縦に、めっちゃ並んでんのいいね。奥にも並んでるよ、これ。最高だね。わ、ここも生えるじゃん。ここも生えちゃうじゃん。どうすんの、これ。どうすんの、これ。生えちゃうじゃん。
こっちは採石場。採石場やっぱみんな作るね。おお、また砂浜が。やべえ、砂浜全部やってんの。すごいね。いいじゃん、居酒屋じゃん、ここ。最高じゃね。見て見て見て、ウニとかあるんだけど、俺ウニめっちゃ好きなんだけど。何しなんか作ってるってことね。なるほどね。さあ、上抜けていくと、蛇道みたいな感じだ。このくねくねしてる道めっちゃ好き。あ、これ住民の家か。これ誰だ？見えないな。まあ、後でマップ見よう。いや、でも本当にこういう屋根すごいいいよね。マフっぽい。この先は有名な方と少し似てます。ナトゥルじゃん、ナトゥル。まあまあまあ、でもね、いいね。やっぱりこの景色。橋が映えるような景色ってやっぱりこう、見てて楽しいですよね。見飽きない。博物館が堂々とありまして。うわ、すげえ、見て見て見て。めっちゃ竹のスクリーンの重厚感がやばい。わ、すげえ。後ろにも引いてある。おーおー、なるほどね。こういう道を行きつつ、行きつつ、あーなるほど、ここまで来ると、うおーはっはっは、カール三世が来たと。アングルが少し。多分ね、こんな感じがいいと思うんだよね。どう？待って、裏も行けるやん。すごい。はい、下っていく。下っていくと、スワーン。最高じゃん、こういう景色。あ、ちょっといいね。なんかさ、奥行き出すためかわかんないけど、木のさ、ここ、縁取ってるとこと奥、あえてちっちゃくしてる。へえ、なるほどね。これいいね、ほら。見て見て。あらら、あんなとこ行っちゃって。右上、見えるあれ。ぼやけてる、ぼやけてる。あー、途中になんかまた装飾いっぱいしてある。見て見て、下。下見て、これ。こんなのもいいんじゃない？見て、これ。奥の道へ、行かん、みたいなね。あー、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。最高。おー、隠れスポットじゃ、これ。花火見たらめっちゃ綺麗そう、ここ。見て見て見て、めっちゃ、絶対花火映える、ここ。あ、新しいかも、このタイプ。みんな黒に、黒の格子に和風っぽいドアなんだけど、ベージュにベージュに、金黒って雰囲気がいいね。すご。え、金のスクリーンなんてあったこれ。すげえ、なんかこれ、教祖がなんか座ってそう。さあ、こっちは旅館ですね。なるほど、なるほど。ゴキブリ率異常じゃね？ほい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 。あ、ちょっと近代的だ、こっちはまた。いや、でも和なんだけどね。帽子と洋服掛けがあるだけで、ちょっと和、モダンっていうイメージがつく。え、なにこれ？あ、あれか、あれか、あれか。美術品飾ってんのか。部屋の中にコオロギって超斬新じゃない？どういう表現をしたらいいかわかんないけど。めっちゃじわるんだけど、この。うわ、めっちゃじわるんだけど、この絵面。見て見て見て。倉庫いいね。組み合わせがめっちゃいい。すげえなんか物がいっぱい溢れてんなーみたいな感じ出てるわ。この裏の景色とかもすごいいいよ、ほら。さあ、今度左側かな？残すところ、あと少しかな？どれぐらい回ったかがわかんない感じだ。もう、めちゃくちゃ入り組んでるから迷子になる。不正持ってるの舐めてるな。かわいいでしょ。キノコ生えてんだけど取ったら怒られるかなこれうん、また置く道がある。うわー、すごい。もうなんかこういうとこまで無駄にしてないんだけど、座って遠くが見えると、はー、いいねー。さあ、先ほどの気になったアーチをくぐると、そこにはまた奥行きが広がってるんですね。これがすごいんですね。よくわかんない感じに喋っちゃってるけど。いや、これ風船邪魔や。ちょっと待って。めっちゃいい、これ。ここは渓谷をイメージしたらしいですね。こんな感じの。養蜂箱だけ、これ。があったり、石獅子が2段目でこっち見てんのいい。斬新。うわ、いいね。なんかもうすごい。もう五重の塔だらけなんだけど。銃は絶対にあると思う。カマキリ上で威嚇してんのやかましいな、あいつ。おお、これ、福子じゃね？ほら、ちょっと福子の家、なんでこんなでかいのよ。福子、お気に入り？これ誰だっけ？もう全然家がわからん。パンタ、あ、パンタ、パンタ、パンタ、はいはいはい。うまい、うまい、うまい。ちょっと待って。うわ、いいね、この、
いやちょっと木の使い方うまいな。でね、俺思った、これ流しそうめん初めてうまく使ってる人見たかもしれん。バケツといい、石といい、 0.5 マス配置のこの流しそうめんといい、もうドンピシャヒットしてない、これ。この個人的に小道、おー、すごいすごいすごい、んー、なるほどね。お、黒部いるやん。あ、でさっきのとこ来んのか。はい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 、やっぱ黒部和風には必須ですよね。いや、全部住民が和風だ。すごい。で、こっち橋があって、うわ、すごいよ、これ。さらに奥行きが。こういうのもありじゃない？わ、すごい。滝が一回途切れてんのに、なぜか繋がってるような、面白い空間だね、これ。すごいな、住民の家の装飾がめちゃくちゃうまい。わ、ここもいいね。これ、やばいです。お、こっち来ると、下もあんのか。ほいほいほい。あ、これ庭か。待って、なんかある、なんかある、なんかある、なんかあってある、なんかあってある、はやって書いてある。なるほどね。お、母性あふれる彫刻、俺も使ってる。やっぱ分かる人には分かるんだろうな、このセンス。やかましい。ここは宴会場ですね。ここも、いやー、畳ね、広々としてていいっすね。ここ巻いて座がさ、やっぱりいいね。ここあれか、区切ってたのか。で、奥行くと温泉あると。いやー、温泉と五重の塔に溢れてるな、この島は。いいね。はい、ということでね、一周してきた感じでございます。どういう感じだよ。マップがね、こんな感じでね。あ、夢番地乗っけていいのかな。あー、いいね。なんかさ、なんかさ、結構マップで見ると縦横のラインがすごい多く見えるんだけど、装飾がめちゃくちゃうまいのと前手座が結構入ってたから、マップで見る何倍も島が映えてたわ。はい、ちょっと、という感じでね、夢番地はこんな感じになっているらしいので、ぜひぜひね、今回この島を見て、もっと細かく見たいなという方は、ぜひぜひ、早島へ遊びに行ってみてください。ということで、今回のね、動画が良かったなと、この島が良かったなと、思った方は、ぜひ、高評価よろしくお願いします。ツイッターね、主さんのツイッターが下に入ってあるので、泣いてる、この主さんのね、ツイッター、ぜひぜひ遊びに行ってください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。水でした。バイチャー。